石田くんの言ってた映画、昨日見たんだけど超怖かったよ。無理して見なくていいって言ったのに。うん、西田くん怖いけど面白いって言ってたから。あのラストの逆転シーンとかすごいよね。そうそう、感想は私が書きたい。お願いするよ、秋の機関誌に出したいから。でも今思い出してもしばらく夢に見ちゃいそう。相変わらず胸大きいな。どうしたの、具合でも悪いの？いや、明日から夏休みでしょ。どの映画から見ようかなって。そんなことで上の空になるなんて西田くんっぽいね。あのさ、よかったら一緒に見に行かない？え、それって二人で映画に行くってこと？嫌ならいいんだ、いつも一人だし。行きたい、西田くんと映画。本当？もちろん。約束だよ。あれ？お邪魔しちゃったかな。聞こえたぜ、二人で映画行くんだって。俺も連れてってよ。松岡君、これは AK 部の活動で、部員でない人は。もうそんな悲しいこと言わないでよ。友達でしょ、かなでちゃん。そんな呼び方しないでください。私は友達とか1ミリも思ってません。この人プレイボーイとか悪い連中との噂もあるし、なんでここにいるの？最近映画に興味が湧いてるんだって。映画代俺が払うから、頼むよ日田。まあ部費を使わないなら別にいいんじゃないかな。ちょっと西田くん。もう西田くんたら、せっかくの二人っきりなのに。かなでちゃん、こっちこっち。もしかして西田を探してる？今日体調が悪くて来れないってさ。そうなんだ、じゃあ別の日に改めましょうか。せっかく来たんだから見ていこうよ。チケットも買ってあるし。それって松岡君と二人きりで見るんだよね？それはちょっと。映画くらい別にいいじゃん、かなでちゃんも見たかったんでしょこれ。そうだけど、まあ映画くらいいいかな、見てすぐ帰ればいいんだし。分かった、映画だけよ。よかった、じゃあ早く中に入ろうよ。期待してた通りすごくよかった。あの監督らしさもあったよね、主人公と踊るシーンとか。そうそう、松岡君詳しいんだ。あのさ、俺かなでちゃんのことが好きなんだ。一目惚れってやつ？そんなこと急に言われても。それに私他に好きな人が。分かってるよ、西田だろ。でも俺我慢できないんだ。最低、なんてことするのよ。ごめん、でも俺本気だから。わけわかんない、私の初めてのキス、もう二度と近づかないで。しょうがない、ちょっとこれ見て。これ西田に送っちゃおっかな。映画デートの帰りにキスしたって。ダメ、西田くんにこんなの見せちゃ。お願い、やめて。本当に好きなんだ、頼むよ、俺の恋人になってよ。もうキスもしちゃったし。こんな最低なことする人と絶対嫌。じゃあ夏休みの間俺と恋人ごっこしてよ。何言ってんの、そんなの一日だって嫌よ。じゃあ送っちゃおう。やめて、それだけは。西田君に嫌われちゃう。1ヶ月我慢すれば、本当に夏休みの間だけね。約束する、夏休みが終わったらデータ消すから。じゃあこのまま俺の部屋で DVD 見よう。だって恋人でしょ、いいじゃん。ほら早く行こう。
家に電話した？うん、友達とご飯食べてくるから遅くなるって。どうぞ中に入って。松岡君、ご両親は？親はあっちの母屋だよ。え、ここにはいないの？うん、ここは俺用の家だから。なんで？いや、そう、ここにいないの。さ、入って。何この部屋？俺の DVD 部屋だよ。え？さあ。ごめん。じゃ、DVD 始めよっか。始めるって、どういうこと？ DVD 見るには、まず作らなきゃ。当たり前でしょ？夏休みあと1週間か。今日はレイジ君と何回できるかな。天川さんと連絡取れないまま夏休み終わっちゃった。おはよう。あ、久しぶり。天川さん。